さあ、それでは自由化やってみましょう。お花をよく見てあげてください。美しいお花が入ります。花材お花を切るときの材料、お花を花材と呼んでいます。バラ、3本。ラスカス。正面に見える緑の葉のことです。1本。デルフィニウム、5本。とてもシンプルです。まず芯を入れます。 芯を入れるときにも、横花の向きを見てください。この写真では、カキの直径の1.5倍プラス深さよりも長くなっていると思いますが、この芯は細く、またいけている空間も大きいので、基本の直径 ×1.5 倍プラス深さよりも少し長めにしてあります。続いて、添えを入れます。 添えを入れるときには芯の長さの約3分の2から4分の3の長さこちらは芯の前から刺して前方に少し倒しています体を入れる体の長さは芯の3分の1から2分の1くらいです芯も添えも体もそれぞれが全く違った方向に伸びていますしかし先端を見ていただきますとどれも 上の方に向かって伸びているのがお分かりいただけると思います。お花を入れる。お花は仲良くお花が生き生きと見えるように行けましょう。写真ではお分かりいただけないかもしれませんが、こちらも先ほどの心、添え、体と同じように直立ではなくて前に倒して入れています。このように前傾または後ろに倒す後傾することで立体感が増してきます。 デリフィニウムの3本では小力がないので助けのために数本加えています。これを加えることで奥行きがさらに出たりまた力が入ったりします。そしてデルフィニウムも大変細くバラの色も優しいので少しだけ力またアクセントがつくようにやや濃いめの緑のラスカスを入れて足元を締めてみました。